クルーズ所属の山田梨乃香です。もともと来てたんですけど、スノーボードのハーフパイプの練習中に飛んで転倒してしまって、それで肩から2回ほど落ちて、1日目に転倒して落ちて、何日か後にまた時間を置いて滑ったんですよね。その時もまた肩から落ちて、それでその日に動けるに来て、杉田先生に見てもらったら、剥離骨折と脱臼で手術になるかもしれないから病院行った方がいいよって言われて。梨乃香選手がうちに来た時は、関節には動くこと、支えること、守ることがありますが、その守る機能が非常に敏感に反応していた。動くんですが、どこかで筋肉が止めているような細かい、そういう状態を感じ取ることができました。そういう疑いをもとに肩の専門医にチェックをしていただきました。動けるの強みとしては、判断する速度が速いということ、そして的確に専門医に紹介することができるということがあります。梨乃香選手の場合も、早い段階で専門医に紹介することができ、最悪の事態を避け、最速で現場復帰できた、そのように思っています。手術後はリハビリと動けるで、その回復に向けてトレーニングっていうか、回復後のパフォーマンスを落とさないためにもここでやってもらったりして。病院ではプロトコルがある通り、やることが決められていると。動けるでは、その肩以外の部分をしっかりとですね、保っていく、または向上させていくってことをドクターから了解をいただいて、取り行っております。胸の動き、それして股関節の動き、この2つの動きを最大化していくこと、地面に対してしっかりと自分の体重を乗せていく感覚、こんなものをですね、強化いたしました。4ヶ月目くらいからドクターから少し肩の方を、見てもいいという指示をいただきましたので、マシンを使ってですね、自分で上げるのではなく、マシンの力を使って無理なく上がってくる、そして自分の体と腕の動きの相性みたいなものをしっかりと整えていく、そういったリハビリを1ヶ月半くらいしまして、6ヶ月目に入った頃にはですね、全身で動かすような運動、そんなものを取り入れて、梨乃香選手の体力、そしてまたパフォーマンスを上げていった、そんな、処方を当院ではいたしました。シーズンにはちゃんと間に合って、そのまま大会も出て、成績も怪我した時の成績よりもいい成績が出せました。リハビリって結構きついイメージとかあると思うんですけど、楽しく、なんか普通に会話とかもなんか楽しくできたり、でもちゃんと見てもらって、なんか今肩以外にもどこが悪いとかもやっていただいたりして、よかったです。他のところ行くと筋トレとかするんですけど、ここでは伸ばしながらトレーニングっていう形で、なんか体がすごい動くようになってたり、なんか普通のトレーニングだとやっぱり筋肉痛とか結構なんか 痛くなるんですよね、体が。だけど動けるから帰るとすごい体が動きやすくなっていいです。クルーズに所属している山田龍生です。スノーボード10年前からやってます。ハーフパイプは6年前からやってます。ちょうど来るきっかけになったのが、腰を疲労骨折して、そこからもう1ヶ月ぐらいで治っちゃって、そこからもう怪我も何もなく体も軽くなってます。龍生選手の特徴としては、体が硬いということがありました。で、体が硬いせいで非常に怪我が多い選手、またパフォーマンスが上がらないという悩みを抱えていた。ですので龍生選手にはもう徹底して体を柔らかくすること、柔軟性の向上をサポートしました。その結果、怪我をしない体、そしてまたパフォーマンスが上がって、ハーフパイプの中でも注目される選手の一人になっていきました。今の技がどんどん安定してきて、安定してきたら次の技が簡単にできるようになるんですよね。遠征行った時に一回硬くなっちゃってね、なんかそれで調子悪くなったんですけど、遠征終わってから来たらもうすぐ柔らかくなって、すぐ調子戻ってきましたね。ハーフパイプは結構毛が多いんですけど、来てから動ける来てから毛がなくなって、本当に友達とかもみんないいなと思って紹介してるんですけど、友達も本当怪我もなくなって、みんな良くなってますね。足首なんかひねったんですけど、なんかここ来たら安心したのか、来た瞬間痛くなくなっちゃって。
私たちが他とは全く違うことは、運動療法というベースがメディカルなんですね。治していくってことに運動がどういう効果があるのかということを探っていきました。そして何よりも脳と神経、そしてまた筋肉、一つの連携をちゃんとしていくこと、今日の自分はどうなのかってことを知ることってとても大事なんですね。脳の仕組みに沿って医学的なサポートをしているところが私たちのトレーニングの違いです。大会の前に怪我をしちゃってどうしようってことで駆け込みで動けるにいらっしゃって、トレーニングを何回かやってったことによって、その大会に間に合ったとか、その大会で結果が残せたっていう話はよく聞きますし、その話を聞くとやっぱ嬉しいです。動けるではアスリートを見るときに非常にこだわっていることが一つあります。それは速度ということです。すべてのスポーツにおいてですが、移動するっていうことが大事になってきます。距離に対して時間が早い選手が強いんですね。ですから動けるのパフォーマンスの上げ方は200キロのベンチプレスが持てるとかそういうことではありません。3歩4歩の距離をいかにして早く縮めることができるか、いかに静止したところからすぐ動き出せるか、動き出して切り返しができるか、大事な体の能力ってものを引き出していくことが私たちのこだわりです。